ますね。久しぶりです、わたるです。今回は彼女に寝起きドッキリを仕掛けていきます。起きたら目の前に寿司職人さんがいたらどんな反応をするかを検証していきます。ここ最近僕も仕事がすごく忙しくてなかなか会えなかったので、お詫びの印に彼女が大好きなお寿司を今回は寿司職人さんに100貫握っていただいて、寝起きの彼女にたっぷりですねお寿司を堪能していただこうと思ってます。でも食べれるかな。お願いします。寿司職人さんから連絡があったので迎えに行きます。頼む、起きないでくれ。すいません、協力ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はじめまして、わたるです。いい名前です。お寿司の準備とかってこの後ありますか？これ部屋の中にテーブルあります。ここでちょっとセットしてって感じですね。じゃあ僕準備、はい、ご記録させていただきたいです、ね、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ電話かけて起こします。てってれー。頭をつけてるか。起きたら寿司職人さんが寿司を握ってるドッキリー。あ、起きたらなんでこれカメラ回してんの。あ、なんでこれ多分こんなおかしいじゃん。わぁ、ちょっと見つかる。どうだった。え、どうだった。あ、こちらの方。うん、初めて見たよ。弟です。あ、そうなの。うん、なんて言うの。ちゃんとご挨拶してください。板前さんです。はじめまして。夢か、これ現実が分かんないよ、これ現実や。でも何時。え、朝6時に半。朝6時のことじゃないよ。もう頭痛いし、俺服つぶつかい。俺がもらう感じ。いい匂いしない。もう酸っぱい匂いだよ。いい匂いだよ。最高だよ。このね、置き方は贅沢。何やってる。これちょっと見えなかった。どう、この光景、絶景でしょ。大好きなお寿司がこんだけ並んで、なんと100貫。ちょっとダメだよ。
どうした？え、これ食べんの？え？じゃあ、まあ、全部食べてもらいます。無理でしょ、だって最高40巻で。え？最高40巻で。だって、え？もっといけるよ。100巻食べてもらいます。今日無理だよ。せっかくあのご準備いただいたので100巻食べてもらいます。寝起きにね、お寿司を100巻食べてみようって。頑張る。そうだよ、今日久しぶりに会えたから一緒に食べよう。気持ち悪い。おい気持ち悪い。おい食べる。一緒に食べよう。うん。え、これ何分間ぐらい握ってもらったの？多分30分ぐらい。やば。結構もうあと経つでしょ、だってこれ。でも本当にね、一緒にここまで組み立てるのに、いろいろ音を出してたの。あ、そうなんだ。へぇ。これ誰がお金出すの？板越さんの目の前で言うのはあれだけど。だって、これ相当なやばいよ。お金もう出してる。え？ありがたい例の寄付金を使わせて。え、これ使ったの？使った。やばくない？いただきました。だそうです、板前さん。うん、ありがとうございます。たまには絶対経済回す、経済回すよとか言って。これがね、はい、鬼カサゴ。はい、カサゴ、鬼カサゴ、鬼カサゴ。あ、これ私わかりますよ、これうなぎですよね。違う、アナゴなんですよ。そうです、アナゴです。知ったかぶりだね。違う、アナゴで、アナゴ寿司マスター、嘘だ。はい、で、サバ、サバ、サバ、赤貝、赤貝、タイ、タイ、キンメ、からホタテ、ホタテ、甘エビで、スミイカ、スミイカ、これはね、皆さん若い人が好きなサーモン、サーモンで、イクラ、ウニ、キスがあるのね。はい、で、中トロ、赤身。うわ、ありがとうございます。こっちにもあるもんだって。うお、やばすぎる。これいけちゃうね。いけるね。今日いけちゃうね。100巻いけますよ、これ。お手手合わせて。はい。はい。いただきます。いただきます。いただきます。これどうですか？うわ。これじゃあ真ん中に座る。はい。おいしそう。これ持って食べてもいいんですか？あ、全然大丈夫ですよ。失礼にならないですか？全然大丈夫です。じゃあ、いただきます。どうですか？うん。いただきます。おいしい。すごいだね。エビ。うまっ。うん、ね、ほんとうまい。見て、あれよ、うん、水じゃねえんだから。めっちゃうまい。これペロッといっちゃいました。ごちそうさまです。ありがとうございます。これ見てください、やばくない？すいません、お返しします。やばい、これめっちゃうまそう。え、いくら、どうしよう、いくらだよこれ。いくらぐらいするんだろう。これはうまい。いくら、いくら、もう いくらでもいい。あ、ごめん、面白くなかった。じゃあいただきます、イクラ。うまくない？うん、ウニ、このプチプチがいいね、やっぱ。あ、これ美味しいウニだ。臭みが一切ない。臭みって結構ありますもんね。あの、ウニってその質によって、うん、ウニはね、結構幅が広いんですよ。は、安いのは安いけども、高いのはめちゃくちゃ高いですからね。本当に美味しいのって、もう口に入れたら甘い。すっごい美味しいですね、このウニ。多分あの、回転寿司とかで使ってるのより全然ランクは上ですよね。やっぱそうなんだ。あ、確かに濃厚だ。アナゴ、これうまい。アナゴさん、どうぞ。ホタテ、ホタテ嫌いな人いるか？いないでしょ。いないよね、今のところ聞いたことないもん。ホタテ、やばい、これ肉厚。焦点すごい。ん、アナゴ食べる独占がすごい。いや嬉しいよ、どんどん食べて。やっぱ食べてるさ、横顔ってさ、素敵じゃん。え、こういう顔でも、うん、やばいね、それえぐい。うん、まだまだいける。うん、わかった。じゃあこれカットする、カットしてもらうようにするから、そう、掃除機ベース。んん、ちょっと、だそうです。え、おかしいだろ、なんで使うんだよ。おかしいだろ。寝起き10分後に寿司百貫もやばい。私初めてあの大食い比較でちょっとやばいなって思った。うん、でも今何貫ぐらい食べたんだろう。寝起き50貫ぐらい、60貫ぐらい、うん、2人で合わせて1回で60ぐらいじゃない。じゃあ30貫ぐらい、60貫で回転寿司で直すと、まあ1人15皿。結構食べてるよ。まあ確かにね。一旦ごちそうさまでした。ごちそうさまです。これはすごいよ。大変美味しゅうございました。
でも食べれないもんだね。本当ね、食べたいけど、ちょっとね、体が悲鳴を上げる前に、やめといたら、多分映像的に楽しく終われそう。こっから下がなんか、あれでしょ、完全に起きてないんでしょ、まだ。そう、まだ起きてないんだよ。そうですよ。初めてですよ、こんな汚い顔で映るの。耐えられないよ、画面。汚くない。本当に、ありがとうございます。ということで、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。はい、残りはちゃんと昼ご飯で食べます。少しでも楽しんでいただけた方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価、お願いします。お願いします。あと、わたるくんのノートも画面の下にリンクありますし、はい、私はインスタグラムなどなど更新してますので、ぜひそちらも画面の下からフォローお願いします。また、次の動画で、お会いしましょう。バイバイ。寿司チョップ。絶対やると思った。絶対やると思った。